多摩都市モノレール線は、多摩都市モノレールが運営する、東京都東山都市と多摩市を結ぶ、モノレール路線。旅客案内上は、玉モノレールの故障を使用する、都市計画事業としての名称は、各都市計画区域ともに、都市計画道路9.61号多摩南北線及び、都市計画都市高速鉄道都市モノレール第1号線である、駅ナンバリングの路線記号は、TT。 南北方向の交通手段の整備が望まれていた多摩地域を縦断する路線である。もともと鉄道空白地帯だった地域とターミナル駅間の輸送が主力だが、接続する鉄道が事故等で遅延、運休した際には代替経路として振り替輸送に利用される。百九十八年十一月十七日に立川北駅上北大駅間が先行開業、二千年一月十日に 立川北駅、多摩センター駅が延伸開業した。その直後の2001年度に79,815人だった1日、平均乗客数は2017年度に過去最多の142,498人へと増えた。基本的には、高架駅で統一されているが、中央大学、明城大学駅の道場駅となっている。沿線は概ね住宅地であるため、通勤。 通学客の多い朝夕は非常に混雑する。また、周辺には大学などの教育機関が点在するため、その最寄り駅や他線との接続駅は学生で賑わっている。駅プラットホームと改札口を結ぶエスカレーターは、高松駅と立比駅以外は常に上り、方向に運転されている。当線では初めて本格的に、可動式ホーム作タイプのホームドアを採用した。 上北大駅から、甲州街道駅の区間では、高層建築物の多い立川周辺を除き、南西方向に見える富士山の眺望が良い。これを活かして、開業20周年の2018年には、新たなブランドスローマン、さ、移行。波原氏を、を掲げた、富士山をバックに走るモノレール全区間、おおむね10分間隔で運行されている、平日ダイヤにおいては、 朝ら主事は5から7分間隔、夕ら主事は7から8分間隔で運転。このほか、中央大学、明星大学、帝京大学の開校日のみ運行されている列車もある。始発駅、終着駅は、上北大駅、多摩センター駅と立川北駅、高松駅、高畑不動駅、高松始発、終着は2009年6月1日のダイヤ改正で、新設。 高畑不動始発は2019年3月23日のダイヤ改正にて新設された。2019年3月23日のダイヤ改正は、開業以来初の全面改正で、始発時間の繰り上げ、終電時間の繰り下げ、通勤、通学時間帯における運転間隔の調整、土休日の運転間隔を10分間隔から9分間隔とすることによる、 運転本数増加が行われた。東京都道43号立川東山和線の真上に位置し、バスターミナルと隣接する上北大駅は、鉄道のない武蔵村山市の住民の足も担っている。発車すると間もなく、右手から芋久保街道急道が合流し、この先延々と広がる住宅街を両手に見ながら走る。左にカーブを切ると左手に、 森永乳業東京多摩工場や菓子を日立ち、モバイルコミュニケーションズの看板などが見えてくる。桜街道駅は、芋久保街道と桜街道という東山都市の、市道の交差点の真上にある。しばらく進むと右手には、厚生霊園という立正厚生会の霊園が広がり、間もなく、玉川上水駅に到着する。この駅の構内に、立川市との市会がある。 玉川上水駅を発車すると、西武廃島線と交差。左手には、西武鉄道の玉川上水車両基地が見える。玉川上水を渡ると、再び住宅街の風景を見ながら走っていく。砂川七番駅を発車すると間もなく、東京都道7号杉並明の線と交差。左にカーブし、南東を向くと右手に、泉市民体育館が現れ、泉体育館駅へ。 発射すると右へ大きくカーブして、南西を、向き目モ街道から分かれ、ここから先は広大な工業地帯となる。左手に立飛業、右手に、新興宗教の新旅園、常明悠義行社王原院が見えると立飛駅に、その先で、三角のデルタ線を通る。これは、玉都市モノレールの車両基地への引き込み線となっている。デルタ線を通過すると、列車運転の起点となる。 高松駅へ、発車すると左にカーブし南を向く。すると右手に、自治大学校や農林水産省などの施設が見えて、来る。やがて両手から、工場は消え、百貨店など、商業施設が目立ってくると間もなく立川北駅に、到着する。立川北駅を発車すると大きく S 字カーブを描き、その真下に、JR 東日本の中央線、大梅線、南部線立川駅を見る。 この周辺の建設では建設予定地にあったデパートでさえも取り壊すほど大規模な開発が行われた。東京都道149号立川日野線上にある立川南駅を発車すると目立った商業施設は消え住宅街を再び見る。間もなく東京都道29号立川大目線と交差すると柴崎体育館駅へさらに坂を降り、 東京都道29号と交差する取立日橋で、玉川を渡って、日野市に入る。立尾橋を渡り終えると左に大きくカーブし、東京都道149号立川日野線と分かれて、南東を向き、東京都道256号八王子国立線と、交差し、甲州街道駅に到着。さらにその先で、中央自動車道を乗り越える、高畑不動村の五重島もよく見える。 右カーブを描いて南を向くと万願寺駅駅構内に新鮮組ゆかりの地として大使の描かれた看板の穴から顔を出す写真スポットが設置されている万願寺駅を発車すると国道20号と交差緩いカーブを描きながら南西を向き浅川を渡り間もなく高畑不動駅に到着するここからは右手に京王電鉄の高畑不動駅を左手に 京王電鉄の高畑不動建築が見渡せる。高畑不動駅で京王線、京王動物園線を乗り越えると東京都道41号稲城日野線と交差。ここから先は多摩丘陵に造成された住宅地を走っていく。左手に京王動物園線が並行するとど久保駅へ。さらに京王動物園線とともにカーブをうねりながら進むと次第に住宅は少なくなり、 南を、向き摩動物公園を右下に見て、多摩動物公園駅に到着。ここで都道から分かれ左手に、病状大学費のキャンパスを見ると、唯一のトンネルである、多摩丘陵トンネルを抜け東を、向き八王子市へ入る。中央大学多摩キャンパスと、病状大学費のキャンパスに挟まれる。この付近の見物レールは地上を走り、中央大学、病状大学駅へ、 再び高架になり坂を下ると、東京都道20号府中相模原線と交差して、大塚、帝京大学駅に到着。さらにその先で大栗川を渡ると南を向きますが、谷駅へ、次第に谷が開け、手前に巨大商業施設が見えてくると右へカーブし、南西を向く、京王相模原線、小田急多摩線を乗り越えると、多摩センター駅に到着する。 なお、高架の京王相模原線、小田急多摩線のさらに上を乗り越えるために、このすぐ北側の小田川を渡る地点が地上高22メートルになっており、前線中で最も地上からの高さがある。多摩センター駅から町田市方面を望む延伸案があるが、この先は建設されていない。クリップ12が交通政策審議会答申第198号で示された。 玉都市モノレール延伸部の路線図1981年度に発表された玉都市モノレールの高層路線は、現営業区間も含めると約 93km あり、そのうち上北大駅から箱根ヶ崎方面、多摩センター駅から町田、八王子方面への延伸について検討されている。上北大箱根ヶ崎間の約 7km について2000年の運輸。 政策審議会答申第18号では2015年までに整備着手することが適当とされており、導入空間となる新大梅街道の拡幅のため、用地確保が進められている。新大梅街道の拡幅は、上北大駅から新名4丁目までの1 1トルの区間を、第一期工事、箱根ヶ崎駅から武蔵村山市岸までの1 4トルの区間を、 第2期工事、三本江の木交差点から三木交差点までの 1.6km を第3期工事として着手している。2015年度には残る2つの工区の事業認可を取得し、2021年度までを事業施行期間としている。2016年の交通政策審議会答申第198号では導入空間となり得る道路整備が進んでおり、事業化に向けて、 関係地方公共団体、鉄道事業者等において具体的な調整を進めるべきとされた。これを受け、東京都は鉄道新線建設等準備基金を新設し、本区間及び多摩センター町高も含む6路線について事業化に向けた検討の深度化を図ることを発表した。建設費は約800億円と試算されている。2020年1月23日、東京都は 用地の確保が進んでおり、鉄道空白地帯解消のために、沿線自治体からの要望が強い上北台、箱根ヶ機関の延伸事業に着手することを正式に発表した。開業時期は未定だが2032年頃を目指しており、新たに7駅が設置される予定。多摩センター駅から南進して町田までの路線については、運輸政策審議会答申第18号では、 今後整備について検討すべき路線とされており、すでに多摩市内と町田市内の一部区間で導入空間が確保されている。2016年の交通政策審議会答申第198号では導入空間となり得る道路整備が前提となるため、その進捗を見極めつつ、事業化に向けて関係地方公共団体、鉄道事業者等において、 具体的な調整を進めるべきとされた。建設費は約1、700億円と試算されている。多摩センター駅から精神し、唐木田、南大沢、京王片倉を経て八王子までの路線については、運輸政策審議会答申第18号では、今後整備について検討すべき路線とされており、導入空間の用地確保が進められている。一方、八王子への延伸早期実現は、 難しいとの見方も出てきたことから、2016年1月より、八王子市単独で LRT を導入することも、並行して検討されたものの、勾配が多く技術上の問題があることから、同年末には導入を事実上見送っている。2016年の交通政策審議会答申第198号では、事業性に課題があるため、関係地方公共団体、鉄道事業者等において、 事業計画について十分な検討が行われることを期待とされた。建設費は約一九百億円と試算されている。この他、高層路線には以下の路線も含まれているが、これらは具体化されていない。また、東京都の高層路線には含まれないが、埼玉県側の所沢市の地域住民などから、上北台駅から、 西武ドームを経て小手差しまでの路線整備が要望されている。全駅東京都に所在。全列車が各駅に停車する。立川北駅と多摩センター駅に駅勤務管理所が設けられており、柴崎体育館駅北の10駅を立川北駅で、甲州街道駅以南の9駅を多摩センター駅で管理している。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 隣の駅までの一駅区間は特例運賃として110円である。ただし、回数券や定期券には隣駅110円の特例は適用されない。なお、立川北駅と立川南駅は運賃計算上は一駅のくくりとされており、高松立川南間と立川北柴崎体育館間が110円となる。また、砂川7番立川南間が220円。 立川北高畑不動館と桜街道、立川南館が270円となる、特例運賃も設定されている。玉物レールは共通乗車カード、パスネットを導入していたが、他社とは違い、自動改札機は1枚のみしか投入できなかった。その後、IC カード乗車券、パスモを投入するにあたって、IC 読み取り機能と乗車券の2枚投入が可能な、自動改札機へ切り替えられた。 上記の通り定期券などでは特例運賃が適用されないので一駅しか乗車しない場合は IC カードを乗車券や普通乗車券で乗車する方が運賃は低くなり定期券を購入しない方が交通費が抑えられる結果になる全駅にて全国相互利用対応 IC カードが利用できるパスモの導入はパスモサービス開始と同時の2007年からであったが 2017年3月まで交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応しておらず、パスも及びパスも導入時から総合利用可能であった、スイカ以外の IC カード乗車券は使用できなかった。ありがとうございます。